会の主催者である一般社団法人日本台湾平和基金会の西田理事長をはじめ、関係者の皆様には日頃より台湾出身戦没者慰霊顕彰と沖縄と台湾との絆をつなぐ交流活動の推進にご尽力いただき、心より感謝を申し上げます。非常感谢这场那个平和基金会的一些台日交流的活动，还有今天促成这个晚宴的所有的工作人员的辛劳。台湾と沖縄は地理的に近いだけではなく、歴史的にも深い関わりがございます。これまでも観光や経済、文化をはじめとするさまざまな分野において、まあ、交流が行われてまいりました。那台湾跟冲绳不只是地理上非常的接近，它在历史文化上也有非常非常多的那个连结哦。那今后，那到目前为止也当然有很多经济上、文化上的交流。コロナが明けました2023年度に、まあ、沖縄を訪問した外国人観光客のうち台湾からの観光客の方は約53万人全体の 42% を占め最も多くなっております。沖縄観光にとって台湾はとても大切で重要なパートナーであると認識しております。在2023年の那个官方统计呢、疫情之后来到冲绳的台湾人呢有一共有53万，那占了所有的观光客的49%。沖縄県としては今後も重要なパートナーである台湾と沖縄の絆をさらに強固なものとし、共に発展することを目指して取り組んでまいりますので、関係者の皆様におかれましてはなお一層のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。对于冲绳县来说，台湾是我们非常重要的一个伙伴。那希望说再来能够再更加的促进交流，我们一起努力。谢谢。結びに一般社団法人日本台湾平和基金会のますますのご発展とご列席の皆様のますますのご健勝ご活躍を記念申し上げ、お祝いの言葉といたします。那最后祝福和平基金会在。一些运作可以越来越的越来越繁荣。那今天来到现场的各位嘉宾呢，也能事业更加的顺利。谢谢。